愛の解放江ノ島だー。せっかく江ノ島来たなら海で遊びてよ。魚食いてー。じゃあ釣りしようぜ。今ミスターチル江ノ島店にいるんだけど、ここに来るとオーシャンビュー、海がある。でももう寒い。でも海に行きたい。俺ら海んちゅう。だから海に行こう。釣りしに行こう。して釣りしに行こう。まあこの店にはどこでもドアがある。おーおーおお、すげえだろ。まあ行こうぜ。行くか行くか。それでは、オープン。ワープ成功しましたね。ワープ成功しましたね。あれ、ドア開けてた人は、あれあれあれ、もしかして地球の狭間に吸い込まれた入れ替わってる。ということで、藤くんは寝坊です。寝坊です。いくら寝ましても起きないので、はい、置いていっちゃってきました。このね、もう出発時間決まってたから、この船が。そう、俺ら今から大量に釣って食うところから藤来るから安心して。藤ファンのみんな、あいつが一番釣りやりたいな。あいつがやりたいっつって来たのに。俺らでクソ楽しんで別食べて自慢しようなということでね、釣りを楽しんでいきましょう。釣り歴2回、藤原行きます。やはり私、細身な女の子が好きなので、はい、今回の狙い、タチウオ。はい、いける手さん、巻いてお、すごいってなってる。あー、重い重い。うわー、すげー。稲田かな。稲田、食べれます。食べれる。シュー、すごい。こんなのすぐ釣れるんだ。藤本見てっか。ここもしかしたらアジ出るかもしれないので、マジでアジ釣ってくれよ。才能解放。今9時なんですけど、ちょっと1時間ごとに藤君に電話していこうと。9時ね、まあ普通のあいつは寝てるよね。あ、来てもしもし。おはよう藤本君。おはよう。今海の上テレビ電話して、テレビ電話。どうしたお前。寝てたの。あ、薄すぎ。釣り楽しいよ、おじくん。あ、ごめん、忙しいから切るわ。最悪だ。はい、どうぞやってください。いた。急いでもダメない。ああ、魚の気持ちになるから、本当にこれが美味しいからですよ。ああ、なるほど。食った。釣り側に集中しててもダメなんだよ、釣りって。他のことを考える。おっぱいと汁どっちが好き。まあ、おっぱいの方が好きかもしれない。おお、佐々木スケベだね。うちお尻派が多いんですよ。多分さ、おっぱいの方がスタンダードだよね。だよね、うん、おっぱいの方がエロくね。シュープリお尻派だ。お尻は？何が？食ってる。お尻の話。お尻来たよ、また。来た。え？こっちも来た。来た。タクは来てない。イサキ。おー。イエーイ。あ、俺も来た。いいじゃん。タクが。タク君、何してんの？釣らない。一本でけえの釣るんで。予期せず大量です。楽しかった。来た。まだ来てんの？当たり前に。俺はいつもちっちゃい魚。ちっちゃいのが増えんだよ。おっ、え、なんかめっちゃいる、めっちゃいる。ちっこいのが3匹ついとる。森山の金魚で。また森山来たの。あー、来た。来てるんだが。あげるか。また同じようなやつ。あ、重い。あれ急に重い。おっと、いいんじゃない。あ、ちょっと待って、今までで一番重い。来た。おい、おお、マグロです。はい、来てください。おお、抜けブスです。俺初めて今立ってる。どうぞ。今日初めて来てるよ、来てるよ。え、すげえ来てるじゃん。ほら、引っ張ってるよ、戦ってるよ。おお、感じるよ。でかっ。釣りたいっす。うわぁ、あサメが釣れたのに。取れたか。タケ、サメは食えない。マジで重い。え、重い。マジでサメだわ。でかい。でかい。おー、
ですか。すごい。なんか今連鎖してる。ケイスケも行った。うわ、すごい。なにこれ。黒鯛タイだ。黒タイだ。てかやめてくんね。突っ走るほどにさ、でけえのすんね。感じたぞ。結構薄くなってる。これ大物だね。大物？臨海の西かもしれないね。マジ？やった。来た、ついに。あれ？感じないよ。あ、切られたな。切られた。It's been a long day。そりゃー、これには才能がない。あ、これいるわ。なんかあった、アジだ。アジ、アジ、いやー、こんなのもうめっちゃ綺麗。みんなで食えるぜ。これはまあ、ちょっと食べさせてよ、お前も。やばーやばんばー。チームワークなんですよ。チーム、エビスジャンプでどれぐらい釣れるかが大事。やっぱあいつら頑張ってくれてるから、まあ、俺は頑張んないわけじゃないんだけど、その結果にこしすぎて精神乱れたら釣り食いないから、どれだけ我慢できるか。お持ち帰りと一緒かもしれない。下心をいかに出さずに最後仕留めるか、これも一緒。なるほど。ということで釣りが終わりました。今日の成果を発表させていただきたいと思います。タクトは何匹釣りました？口かわいこぶんな。すげえすげえすげえ。どう？はい、これが今日の皆さん。うまいなー。ということで、まあ夜になったわけなんですが、後ろご覧ください。あれ？おお。こんにちは。俺マジで悔しいよ。最近で一番楽しみにしてたイベントだった。なんなんだよ、俺らが何釣ったかも知らないっしょ。釣れた？めちゃくちゃ釣ったよ。これから食う寿司のうまさもお前とはちょっと味が違うんだろう。確かに。ケイスケタイ釣ったさ。タイ釣った。それでタイじゃんって言ってみんなでおーって盛り上がったりしたもん。そうだね。してよ。それがしたかった。行こうよ。まあ頑張ってこのノリについてきて。生いっちゃう。生俺朝起きた時さ、エース死んだ時のルフィみたいになった。楽しみだな、あの魚。最初に釣ったやつ、森山が。森山早かったもん、最初。あれね。あれ出てこないんだよな、最初に釣った魚。俺が最初に釣った金魚みたいな。そうね。ヒント出してください。なんか森山ぐらいのサイズ。ここカットで。これ生四つ頼まれた。あ、ありがとうございます。やられたわ。あ、生四つ。いただきます。いただきます。生どこ行ったの？生嬉しいっす。いや、マジ疲れてたんでこれ飲みたかった。よし、いただきます。乾杯。お疲れ、お疲れ。うぅ、これは海の乗りでな。これ海の乗りで。失礼いたします。すっげえ来たぞ。マジ？マジ？すごくない？すごいね。すげえ、こうなるんだ。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。まあ今日はお疲れ様でした。やっぱり船の上で命の危険もかけて食物を取りに行くと、昔ながらのね、みんなの心を一つにした遊びをしたということで、今日はお食事まで楽しんでいきましょう。乾杯。乾杯。乾杯。わ、今日うまっ。なんかうまっ。疲れてる。疲れてる。なんだよ。シンプルにビールで。これ行こうかな。マジで。マジでうまそうだな。うまいわ。うまい。もうすごい。ここからの味が出てる。ちょっと俺、自分が釣ったカワハギモドキみたいなやつ。え、めっちゃうまい。新鮮。フグ刺しのポン酢でございます。フグ刺し。バグって今日釣ったやつですか？前釣ったやつ。おお。よっしゃ。イーブン。イーブンが来た。この一日のプランめっちゃいいな。いや、おすすめだわ。こっちのプラン。一日がね、充実だよね。無駄のない一日。多分他で味わえないです。自分なんだな。なんか俺が言うことでより今日の良さを噛み締めてる。お、フグ鍋。すげえ。うわ。え、めっちゃうまそう。やばいやん。どうしてもね、悔しい悔しい。イーブンのフグだよ。苦い。苦い。こちらの魚は苦い。ケスケは昔の初心を取れました。今日は大学1年生みたいな気分で飲むらしい。あ、なるほど。俺強いっすよ。酒うめえだな。俺酒強いっすよ。お前酒強いの？私強い。地元どこ？北海道っす。俺らの大学で会ったんや。俺ら同期ですが、俺西東京で一番酒強かったっす。強いってやつ大体弱かった。面白い大学で地元で全然強いやつがさ、吸血する。今の層が本当はいじめられてたかもしれないよ。気持ちはわかるわ。デビューしたもんな、岡山から。俺彼女って一人だけだと思ってた。だよ。おお。
てください。寿司で食えんの。え、これ俺らが釣ったやつ。こちらからクロダイ、こちらがアジです。こちらがイサキ。イサキ。ウマヅラハギ。おお、ウマヅラハギ。自分が釣った方でした今。もう。まあ、それまあいいっすよ。どうも。白菜の音。レタスでもない。優しく教えて。これはもうフルのエキスが存分に出てますからよう喋るやん。食べてくださいぜひ。うわレベチなんだけど。うわ疲れた日に食う雑炊ちげえわ。おい疲れっていう観点で仲間はずですね。疲れてるな。うめえ。はい、ということで今日は釣りからのご飯を楽しんでみました。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しかったね。楽しい一日だった。海で釣ってそれ食べる昔の人の生き方をしてみた一日だった。やっぱり充実してましたね。わかるわかる。ちゃんとカメラ見ろ。ねえ、そうっすね。次は起きたいです。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。あーしゅー